Hey guys, thank you for watching my video. This is 関大、Your Conductors Begin. 皆さんこんにちは、英語車掌の関大です。皆さんは普段どのようにして英語を学んでいますか？テキストですとか、例えば教科書ですとか、様々なものがあると思うんですけども、僕は一つのこの英語の教材として YouTube を使っています。まあ、実際に僕もこのようにして YouTube で配信して、これを見てくださっている方、英語のちょっとした参考にしてくださっている方とかいらっしゃると思うんですけども、僕もですね、実はこの YouTube を使って発音だとか、いろいろそういったものを磨いています。実際に YouTube ですと、そのままですね、その英語を教えてくれる方が発音まで一緒に教えてくれますから、やっぱそういったところは本当に学びになると思うんですよね。で、実際に、このように僕のようにですね、日本人の方が、英語を教えるという方もありますし、またですね、直接ですね、海外の方のこの動画をチェックして、で、そこからですね、もう学びにしていこうという方、それぞれいると思うんですよね。で、僕の場合は、もう本当に、その、海外の方のですね、スピード感ですとか、発音ですとか、いろいろそういったことをですね、もう直接身につけたいなと思っているので、いろいろとですね、この動画の中でも、この外国人の方が直接、スピーチをしている動画ですとか、そういったことをですね、ちょっと参考にさせてもらいながらやってるんですね。で、僕も今すごいいい動画を見つけたので、ちょっとご紹介していきたいなと思ってるんですけども、もう皆さんもご存知のある方の伝説のスピーチなんですけども、もうこれはですね、もう皆さんも今見ている、まさにですね、このスマホが iPhone の方もいらっしゃると思いますし、僕のようにこのような MacBook とかこれ使っている方もいらっしゃると思うんですけども、このですね、Apple のまあ創業者であります、スティーブ・ジョブズさんのですね、伝説のスピーチっていうのがあるんですね。このオックスフォード大学のですね、2005年に、卒業スピーチやったものなんですけども、まあこれは YouTube でも今こうやって見る限りですね、いろいろ何パターンもあるんですけども、日本語字幕ですとか、英語同時字幕、まあ、日本語と両方入っているものとか、なんか面白いものはもう関西弁吹き替えとかいろいろこれ出てるわけなんですけども、まあ、このですね、日本語字幕なんか411万回とかって再生されてるわけですね。ですので、見たことがある方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、こういったものをですね、教材として使っていくと。で、実際に、このスティーブ・ジョブズさんがどのようなスピーチをしているのかというのをですね、ここでちょっと見ていただきたいと思うんですけども。University, since its founding, 114 years ago. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. これ同時字幕でですね、両方英語と日本語書いてありますね。Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. ちょっと長いので、これ15分ぐらいある動画なので、一回ちょっとストップしたいなと思うんですけども、まあ実際に僕の場合は、このようなですね、英語の字幕、そして日本語の字幕が両方出てる動画を選んで、しかもですね、海外の方がどのようなスピード感で喋っているのかですとか、息継ぎをどこでしているのかですとか、ジェスチャーどのように使っているのか、目線はどうやって向けているのかだとか、そういうのをですね、もうできる限りコピーしてやろうと思ってるんですね。で、さっきの、この一番最初のですね、スティーブ・ジョブズ入ってくるときもですね、もうここで。ここで一回、間隔を空けてると思うんですよね。息継ぎして、I'mma で空けてると思うんですけども、そういったところまで完全にコピーしてですね、まぁ、ちょっと今、ここにありますけども、I'm honored to be due today at the commencement of one of the finest university in the world ということでですね、書いてあるわけなんですけども、実際にこのようなフレーズをですね、このスティーブ・ジョブズになった気分で、もう本当にスピード感も真似をしてですね、どん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 この完全コピーっていうんですかね、よく音楽とかで完コピ、完コピーとか言うと思うんですけども、まあそういったようなことをですね、この YouTube 上で英語の教材としても使っていくわけですね。まあ最初からちょっといきますけど、
最初こういうなんか、司会の方が行って、ここで握手して。Thank you. I'm honored to be you today at the commencement of one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from the college. And this is the closest I never got into a college graduation. まあこんな感じですね、ちょっと。Today I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal. Just three stories. The first story is about connecting the dots. こんな感じですね。ちょっと長いので、はい、今こういう感じで止めましたけれども、このようにしてですね、本当に I'm でここ一回切ってたなとか、The honor to be due today at the commencement of one of the finest universities in the world. ここは結構続いていくなとか。まあいろいろそういうのをですね、このスティーブ・ジョブスのこの伝説のスピーチからでしたら、このような形でどんどん覚えていくわけですよね。で、I'm honored to be due today っていうのところですと、今日ここに立っていることをもう光栄に思っていますみたいな意味ですけども、例えばそれをですね、例えば他の大学ですとか会社のなんか、プレゼンの時ですとか、そういったところ、かなりのですね、方の前で喋る時には、もうこれをコピーしてもいいと思うんですよね。皆さんの前で、こうやってお話しすることは光栄に思っていますということをですね。まあいろいろそういったところでつなげてもいいと思うんですよね。ですので、まあこういうような形でですね、僕は、まあいろいろ使えそうなフレーズをですね、もう本当にパクるっていう言い方もあると思いますけど、パクってたわけですよね。で、実際にこういう形で、まあ、いろんな方のものをパクり続けてくると、こことここは繋ぎ合わせられるなとか、こことここは繋ぎ合わせられるなっていう風にですね、もういろんなものが組み合わせられるわけなんですよね。そうすると、もう自分のオリジナルのものができるわけですよ。まあ、人のものをもう全部パクって言うわけですけども、まあ、要は言ってしまえばですね、もうそれを全部、つなぎ合わせて、いろんな人のものをつなぎ合わせて、自分の言葉を作ってしまえば、もう僕オリジナルですよね。英語社長、赤台オリジナルの、まあそのフレーズができるわけですよ。ですので、完全にパクるってことはですね、まあ全然悪いことではないと思うんですよね。最初、ね、ちっちゃい子供とかは、お父さんお母さんだとか、まあいろいろな保育園の先生だとかの言葉を真似して覚えるわけですよね。おはようとか、パパママとか。まあいろいろそういったところをですね、まあ大人もですね、いいところは、ちゃんとそういう子供の、どうやって言葉を覚えてるのかなっていうところも参考になると思うんですよね。で、僕はそれちょっとヒントもらったので、まあそういったことを英語の学習にやっていこうと。まあそうすることによってですね、まあ実際に自分のオリジナル言葉ができて、まあこういったところでもいろいろ使えるようになるわけですよね。で、例えばこうやってカメラを見ながらでも、Thank you. I'm a...Honored to be due today at the commencement of one of the finest universities in the world. っていうような形で、もう何も見なくても、この覚えてしまえば言えるわけですよ。で、こういうようなことで、じゃあ例えば、もう覚えてしまえばもう自分のものですから、もうそれをですね、あ、棒読みだったかなとかでいろいろちょっと考えながら、ちょっとですね、この、会話に近い、もう不自然のないような形にちょっと修正していくわけですよね。で、それを繰り返していくことによって、もう自分のものにしてしまうと。もうそうすれば、もういつでも使えると。で、実際にですね、本当の、海外の方っていうか、外国人の方の目の前でこうやって喋ろうと思うと緊張しちゃうと思うんですよね。で、その緊張も、やっぱり回数をこなすことによって、もう本当に緊張しないで、例えばこうやってカメラの前で英語を喋るといった時でも緊張しないようになりますから、それはもう訓練しかないと思います。もう本当にいくら、日本語でもですね、ペラ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 練習ではうまくいってたのに、実際に300人の前でスピーチしようと思って、バンってステージですかね、こういったところで立って、もう、ライトが僕に向けられた瞬間に、あれ、何言うんだったっけな、っていう感じで、もう頭の中が真っ白になっちゃうっていう方もいると思うんですよ。で、そういう方はですね、日本語でも英語でも多分変わらないと思います。ですので、まあ、どんなに練習しても、人前で何かを喋るとか、例えば、電話で海外の方とやり取りをするですとか、まあ、それは仕事でも、友人でもあると思うんですけども、そういった時に、あれ何言えばよかったのかなっていうふうに、やっぱり、心がですね、ちょっと落ち着いていないと、やっぱりそういったですね、乱れてしまいますから、やっぱりそういったところのですね、メンタルを少し
鍛えるっていう意味合いでも、この数多くですね、同じ文章を何度も何度も音読して、もう最終的にはですね、こうやって見なくても言えるようにしていくと。そうするとですね、どん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 ですね、この会話がつながっていくと。で、僕も、連結付箋ワークとかってよく使ってるわけなんですけども、会話をどんどん連結させていくわけですよね。電子ちゃんみたいにこの、つなげていくと長い文章ができていくと。そういうことができますから、最初はですね、もう誰も長い文章なんて、ペラ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 英語で喋れないと思うんですけども、少しずつ少しずつつなぎ合わせていくだとか、このスティーブ・ジョブズさんのここのフレーズは良かったから、ここだけちょっともらっちゃおうと。で、例えば他の海外の方でこういった方は、いいこと言ってたね、じゃあこれつなげちゃおうとか、まあ、自分の TPO でですね、使えるなと思ったら、じゃあここで使おうという感じで、もう本当につなぎ合わせちゃってください。もうこの中でも、スティーブ・ジョブズさんが、コネクティングドットで、ドットですね、点と点をつなげて線にするというようなことをニュアンスを言われてましたから、まさにその通りですよね。もういろんな方の英語の使えるフレーズをつなぎ合わせて自分のものにしてしまうと。まあ、こういうこともですね、まあ、学び取れるわけですよね。ですので、まあ、今回はですね、このように僕がどのようにして YouTube を使って、この英語を勉強してきたかとか、喋れるようになったのかということを話してきました。ですので、このような有名な方の、スピーチとかはですね、よく、この字幕がついてますから、こうやって。はい。まあ、こういうようなものをですね、よく使って、最初は英語の字幕、日本語の字幕とかですね、見ながらやっていくのをおすすめです。最初から英語だけとか、もう英語を喋ってるんだけど、日本語ですよね。日本語しか出ていないとか、日本語字幕しかないとかってなると、あれこれ単語なんて言ってんのかなって分かんなくなっちゃいますから、まあそういったところはですね、英語と日本語、両方ですね、二段になってるとか、いろいろどっかに書いてあるっていうような形をですね、ちゃんと取って、しっかりとその発音だとかスピード感を学んでいくということをお勧めいたします。今日はですね、はい、今回、このスティーブ・ジョブズさんのこの伝説のスピーチから、僕がどのようにしてですね、英語を話せるようにするのかと、長い文章をスラスラと言えるようになったのかということをですね、紹介してきました。で、こういうような、いろんな動画でですね、本当に YouTube いっぱい出てますから、自分に合うこの動画をぜひ探してみてください。ポイントは字幕が出ているかどうかということですね。その英語と日本語、両方あるものをチェックしていただければ、海外の方であればそのままのナチュラルな発音ですとか、そういったものも一緒に学べると思うので、参考にしてみてください。ではですね、また引き続き僕もいろんな動画をアップしていきたいと思いますので、引き続きチャンネル登録と、またツイッターのフォローお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。バイ。